磯のいくらでーす。はい、これはみんなからもらった、みんなからショールームのギフトでいただいたいくらです。ありがとう、みんなありがとう。いくらをくれてありがとうね。最近コラムにハマりました、ありがとうございます。本当にこれね、たっぷりあります。手を合わせてください。いただきます。ご飯熱いかも、めっちゃ熱いかも。いただきます。たーん、美味しい美味しい美味しい。こんなにさ、たくさんさ、いくらをさ食べれることなんてないから嬉しい。マジでありがとう。聞こえる？プチプチ聞こえます？本当に美味しい。自分にいくら丼なんて食べたよ。ありがとう。なんかもっといっぱいあった。もっといっぱいあったんだけど、これ2倍ぐらいあります。幸せです。そのいくらおいくら、え、わかんない、いくらなんだろう。本当に買ったら、でもめっちゃしっかりしたいくらだし、すごい大量に入っててめっちゃ高いと思う。4000円ぐらいするんじゃない？ 4,5000 円ぐらいするのかな、わからないけど。最近、うん、いい匂い、いい匂いだ。いい音する？醤油かけてない、もうめっちゃ味が濃いの。全然醤油いらない。味がしっかりとついてて本当に美味しいよ。うまそうすぎん？うまそうだよ。前髪短いのかわいい。北海道行きたいの？北海道行きたいです。お高いんでしょ？うん、多分お高いと思う。ためお話会覚えた。ありがとう！また会えるね。しかも今回2日間あるんですよ。9月と10月にあるんですよ。めちゃめちゃ嬉しくないですか？結構この前はマジで外れちゃった人だったりとかいたから、たくさんの方来てほしい。うん、両日申し込んでくれてありがとう。申し込んだよ。みんな申し込んでくれたかな。もう本当にスペイベすぎて、あれが超楽しかった。今日も可愛いですね。あざーす。もちろんどっちも応募したよ。ありがとう。二日とも投げた。申し込んだ。ありがとうだ。
8月は3月のオンラインお話し会行きます。初めてです。ドキ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 だね。当たるかな。ドキドキ。ぜひ私のインスタグラムにフォーチュンのサイトがあるので、ぜひあとね聞いてください。私前もこの夢見たことあるんだけど、イコノイジョイのサイン会が5人しかいなかったっていう夢見たんですよ。なんかねホワイトボードに来る人の名前がバーって貼ってあるんだけど、みんなバーって貼ってあるのに私だけ1ページだけで5人しかいなかったの。前もねこの夢見たことあるの。自分のお話し会に5人しか来ない、5人とかもう3人ぐらいしか来ないみたいな夢を見たことがあるんだけど、だからみんな遊び来てね。さすがに5人は嫌だから、イコノイジョイも遊びに来てね。そう、ショールームじゃなくて、あのあっちの方、あの話しながらサインできる方だから来てね。5人しかいなかったんだよ。イコノイジョイ3回も撮った、ありがとう。あ、ハマちゃんありがとう。うん、何このギフト、ありがとう。タイム当たったらキャスバル諸橋に会いますか。キャスバル諸橋って何ですか。私キャスバルって呼ばれてるんですか。シンバジアでいいからありがとう。あ、梅雨のギフトなんだ。そうなんだ。あ、本当だ、かわいい、晴れのマークがある。ちょっとご飯これ食べ終わったら書くね。ハマちゃんありがとう。5人しか心折れそう。マジ超ね寂しかった。他の子たちがもうめっちゃいたのに私だけ5人だったから超寂しかった。夢を見ました。うん、下に虹があるの。キャスパルみたいにあしらってって言ったらしてくれる。うん、ぜひあのギャルの日に、7月23のギャルの日にやるね。あ、ふーたん、ふーたんありがとう。いくら食べたら書きます。何地獄の少女の日におとなしで見た。ショールームさなつにコメント呼ばれて嬉しかった。地獄だったの小動画。なんで文字書くこといいことじゃん。地獄だったのか。でもよかったよ、明るくなった、色落ちしたよ。色落ちでも可愛い色にしてもらってるって、もかわやさんに。うん、マジで短いな前髪。やばい、オンだやん。うん、ーん、巻いてたから。いろいろってさなつのさなく1、2ってしか確保できなくて悲しすぎる。るいちゃん悲しいね。どうするか、どうしようか。え、マジどんどん上がってってんだよ。大丈夫そう。大丈夫そう。エリ君、ショールームのサイン会申し込んでるか。ありがとう。好きな長さ、よかったよ。じゃあよかった。もう食べ終わる。明日誕生日です、おめでとう。おまゆ、多分私おまゆ似合わないさ人なんだ。
伸ばさないとね前髪。あ、そうだ、あのお話し会この前私休んでしまったので、ぜひちゃんと振り返してくださいね皆さん。あのごめんなさいね、よろしくお願いします。お前似合う？本当に？いくら何グラムぐらい入ってたの？え？何グラムぐらいだろう。いっぱい入ってた、重たかったもん。実はお話からいつも緊張してます。え、しんめいくん、そんな風に見えないのに。今からしてきます。ジオさんのサイン会めっちゃ楽しい、サロンめっちゃ楽しい。まだね香水ね選んでないの、香水も選んでないし言葉は考えてるんだけど、今日バブグね、前は短いかも。夏が始まった合図がした。今日はアボカド風の照明を置いてあるんだよ。でもね、新しいテーブルを買っ、これちょっとちらっとさ、ここに見えるやつが見えるか、これがテーブルなんだけど、テーブルの後ろにアボカドがあります。アボカドじゃねえよ、アボカドじゃねえよ。サラツモーメントのコメントって見える。あのね、ショウコにねこの前やってもらったの、したらショウコもわかんないって言ってた。と私のアプリがバグってるのか、前もショウコがログインしたら、あ、私も前そうなった、全部消してやり直したみたいなこと言ってて、え？だからみんなね、ファンの人優しくて、モーメントのコメントをスクショしてサノボイスで送ってくれてるの。早く見たいんだけどさ、本当にコメントマジで読んでほしいって人は、あのぜひサナボイスでスクショして送って。誕生日迎えた25日に誕生日だったの、それとも25歳になったの。どっち。対面行ける日に申し込むね。どっちも来て。もうお弁当更新するね、じゃあ今。でで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 。ずっと不思議だった。みんなは知ってて私は知らないの。突然パートあった。え、違う、突然パートあった。我だから感情のパレット君でいっぱいで。君がいい、君がいい、君がいいなんて言えなかった。今食べてるよ。正直な自分。あばばばば。はい。
LINE のさこの通知音にちゃんと返事するタイプなんですよね私。そういうタイプの人います？オッケー、更新しました。いません。さなちゃんのはーいを通知音にしてはーい。だー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 、いつもなんじゃいって言っちゃう。え、いいね、もらおう。なんじゃい、もらいます。飯テロでしょ。飯テロやろ。うんうん、あのいくら、そう、そのいくら。皆さん、ジブリパーク行ったことある人いますか？ジブリパーク行ったことある人います？いい写真、食べたくなった。魚卵は最高だよ。わかる、プリン体って美味しいよね。あ、三鷹の森ジブリ美術館、めっちゃ行きたいんだよね。行きたいけど行けてない。なんかさ、すごくさ、いろんなね人が最近行ってて、 YouTube でもめっちゃ見てるんですよ、ジブリパークのお土産公開みたいな。そう、愛知県、そう、トトロ、あなたトトロっていうのね。そう、めっちゃ行きたすぎて、もう毎日ジブリ見てるの。昨日一昨日も千と千尋見て、ハウル見て、トトロ見て、行きません？ジブリパーク。あ、名古屋のスペイブの時で、なんかさ聞いたらさ、普通にチケット取れるよみたいな言われて、行きたいと思って行きティアです。ポニョも大好き。ポニョとかトトロはめっちゃ夏見たくなって、ハウルとか千と千尋とかは、あと耳をすばせばは冬見たくなる。ハウルいいよな。もうさ、いつもねジブリ好きですっていう人に、私はハウル派か白派でめっちゃ聞いてるんですよ。大体みんなハウル派なんですけど、おまめちゃん、こんばんは。オンラインお話し会申し込んできました。おまめちゃん、ありがとう。あ、猫の恩返しも好き。究極の選択でしょ。そうやろ、そうやろ。甘じょたくも好き。明日かはね、いや、明日かはね、ごめんだな。私はもう吐くか吐るかですね。カルシファーファ、カルシファーファだって。カルシファーファ、友達がめっちゃ上手すぎて、やめてーっていうのが、めっちゃ上手すぎて、友達がカルシファーめっちゃ上手なの。ゲド戦記は、私はゲド戦記見てないんですよね。私唯一多分見てないが、紅の豚と、紅の豚、紅の豚と、あとゲド戦記は唯一見てないんですよね。高校の友達にニックネームが明日かの子がいます。かっこいい、そのまま言われたい。ジブリだったら私なんのあだ名がいいかな。
ちょっとわかんない、今ちょっと凛っぽくない、どう、凛っぽい、せーどこ行った、なーにまた喧嘩してんの、え、凛っぽくないですか、じゃあ私凛でちょっと音座だし、お前よくやったな、お前とんくさいからさ、アリエッティの言い方があれね、お母さんね、アリ、違うな、全然違かった、アリエッティじゃあ私もお湯屋で働こうかしら、じゃあ俺カンタ交わらないじゃん私と、じゃあシェワどこだ、シェワどじ、YouTube のショートで面白いのあるから見てほしいです、ぜひじゃあ乗っけてください、みーじゃーん、ゆばばの好きなセリフは、なんであんたを雇わなきゃならないんだい、グズでなんとかで甘ったれでなんちゃらかんちゃらのシーンが好き、死ぬまでやらせてやろうか、それともつらい苦しい仕事を死ぬまでやらせてやろうかが好きです、あとはエーンガチョこのシーンが好き、なんか変な気持ち悪い虫を踏んじゃってゼンエーンガチョエーンガチョだって言われて、アスズ渡りね、ユババの配信来たと思った、手が6本に見えてきた、いくらどこですか、もういくらはもうほぼなくなってしまいましてる、もうあと一口二口だな、これはごちそうさまでした、皆さん完食ごちそうさまでした、おいしいおいしいイクラをありがとうございます、頑張れるやさんの韓国めっちゃ上手だよね、韓国ピ、うん、好きすぎて何回も見ててめっちゃ見てます、最後の一口見れてよかったです、うまかった、ちょっと本当に前髪がやだ、髪飛び、あ、そうそうそう、クロンクロンになっちゃったからミフィーちゃんの力を借りて食後のデザートはね、ないないラロッシュポゼの何使ってるって言いましたっけ、え、ラロッシュポゼの日焼け止め下地みたいなやつ、食後のデザートあったらいいんだけどさ、ま、あの冷凍庫にあれはあるんですけど、うん、あ、
今ね、もんちゃんが超可愛いお洋服なんですよ。もち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 ょっと待ってくださいね、皆さん。え、これがこう、うん、こうか、こうだよね。え、そんなできるかな、わかんない。あれ絶対違う。どういうのこれ。これできてるかな。あら、すごい。いきますよ。たらーん、帽子付きなんです。こんにちは。おめかししてるんですよね。おめかししちゃって、キュウジンやん。おめかししてるんです、今。ね。かわいいんですよ、今。泣いた、だって。超かわいいんです、今。こんなうっとりしちゃって超可愛いんですよ、お洋服が。でね、このワンピースみたいになってて、このようにこのようになっております。借りてきた猫みたいになっとる。ご退場なされありました。超可愛いんですよ、今。いや、超可愛いんです。のそのそのそ。超かわいい。多分洋服がね、あんま好きじゃないからすぐ脱いじゃうんだよね。でリボンとか食べちゃうんですよ、ふって。私は何着させられてるんって思ってね。スクショ止まらんかっただろう。そうやろう。もうリボンとか噛みちぎっちゃうんですよ。みんなスクショしてくれたらありがとう。モーメントのコメントありがとうね。お洋服はママセレクトだね。大好きなお洋服、大好きなお化粧で、幸せだもん。
うん、コメント貼っつけてくれたら嬉しい。サナがおすすめしてた MR、 え、すごい、やった、どうでした？今ツイッター検索してない、私のツイッターもね死んでないんですよ、生きてます。なんでみんなダメなの？ダメなのかい？あら、なんでやろうな。え、じゃあ私のツイッターもそのうち検索できなくなるのかもしれない。なんだろう早く治るといいね。最近いっぱいサナボイス送ってありがとう、嬉しい。にーファーヘデノーナネハネマイハネネノーナーナコメントでコメントめっちゃさ二度手間だよね、ごめん。早く私のモメントも治るといいな。 B セルでカメオとサナのパートを踊るようになったの。タイタニックどうやるの？イコラフ聞いたよ、ありがとう。大学行くときは毎日毎ボイス聞いてる。ありがとう。ブンズってひらがな？え、ブンズ、うん、多分ひらがなだと思う。あとね、多分嘘つきました。今川焼きって言わないらしい、大判焼きって言うらしいよ。キモ、どっから今川焼きになったんだろう私。やっほー。回転焼き？回転焼き？おやきね、おやきは聞いたことある。今川焼きだと思ってたんだよ。まさかの、そうだ、あー危なー、危ない。
まず、はまちゃん。今日はイクラタワーということで、危ないな。はまちゃん。いあ、待って、イクラって書いたら、イラって書いちゃった。間違った。イクラ。イラって何？ありがとう。はい、はまちゃん、いくらタワーありがとう。名古屋行くからね。あーい、気をつけてきてください。ありがとう、いくらタワー、ありがとうございます。次がふーたん。ふーたん、ふーたん、いくら、じゃーん、ふーたん、ふーたんありがとう。いくらタワーありがとうねー、ありがとう。確かにイクラタワーめっちゃおしゃれ。うん、今日で押し始めて半年。え、まだそんなしか経ってないっけ。なんとなんと、ありがとう、半年だね。見つけてくれてありがとう。びっくりした。パッツンすか。へい、へい、なになになに、カメラのサナちゃんが右用の足座ってる時の手ってどうやってる。え、私は歌ってるからもう全然フリーだけど、そんな時とかもあるけど、本当はなんだっけ、へい、強気の乙女なんてへい、いないと思ってますってここで上げて、左手かな、これが鏡、こっちが鏡です。で、こっちがポンポンポン、いないのまです。で、ここにあって右で頬に上げて、あゆけてん、あゆけてん、みみです。右ほっぺにあって、トン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 、ヒュークックです。あ、持ってます。あゆきてん、あゆきてん、みみ、マジっすか、ここフリー、マジっすか、 It is why it is です。ありがとう、覚えてくる。パッツンかわいそう。アドーす。もうね、カメラも結構振り付けがいろいろどんどん試行錯誤で変わって変わってで、今のやつになってますからね。カメオのね、懐かしいね。カメオの衣装も好きでしたね。頑張ってきて。私、自分はサナと思ってやってきて。自分はサナって思って頑張ってきてね。いいな、私も文化祭やりたい、文化祭出たい。
文化祭いいな。夏の花はひまわりだけじゃない、いろんな種類の花が咲いてるのに、目を閉じると浮かんでくるのは影の中揺れている。サンフラワー、梅雨だよね。梅雨やだ。私結構天気で気分が左右されちゃう人なんですよ。その日が晴れだったらめっちゃ気分上がるし、雨だったらすごいやだ。そう、低気圧なんかね、ずっと頭痛かったりするんですよ最近は。気圧のせいでね、ガチ温めてってなるから、早く暑くなってもいいから、もう早く早く晴れの日来なさいよ。6月頑張れてますか？一応頑張って生きてるよ。夏が始まった、いつかした。まあね、今回の曲もね、14枚目シングルも夏発売ですから。あ、そうだ、じゃあ宣伝しようっと。もちろんタイムお話か2日かは来ること絶対大前提なことを話しますね。大前提に話します。で、それまでオンラインでたくさん愛を育んで育てていきましょうっていうことなんですね。はい、絶対に来ることは大前提なんですけど。で、これです。じゃじゃーん、オンラインお話し会。オンラインお話し会はですね、今回は一応ね、決まってるのがこのリュウコキアン、まあギャルですね、みんな大好きギャルです。みんな大好きギャルのやつが7月23日日曜日のフェンシャン3部です。で、8月20日みんな大好き浴衣です。見えるかな、8月20日浴衣です。そして10月21日はハロウィンが近いということで、白猫ヤマトちゃんやります。嘘つきました、白猫やります。白猫はいつもなんかちょっと可愛い系なんだけど、今回はいい感じのねコスプレをね用意してますので、まあもうね全部撮ってくれてるとは思うんですけど、もっと撮ってもいいんだよって、もっと撮ってもいいんだよ、たくさんたくさん堪能してください。いろんな私を、そうそう、独占してください。独占したい。ぜひこの3つが特におすすめですね。あと8月11日は3部はもうソールドアウトになっちゃったんですけど、1日も2日も私の誕生日近いということで、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。ツイート、インスタに写真お願いします。猫やーだね、嫌なので来てください。確かにこの浴衣の日、みんな浴衣着たり準備着たりしても可愛いね。絶対デートしましょう、一緒に。ぜひ遊びに来てね。もう対面来るのは超当たり前なんですよ。だって会えて話せるんだよ、話せるんだよ。だからそれ来てくれるのは大前提として、大前提として本当にこちらオンラインお話し会
いやね、もちろんね、初めましてですって言って来てくれるのもめっちゃ嬉しいんですけど、やっぱりあ、なんとかさんだ、会えたが一番いいんですよ。なんとかさんじゃん、会いたかったよってことをやりたいので、ぜひオンラインでたくさん会いに来てください。よろしくお願いします。待てる。うん、いっぺん会いに来て。そうだね。でもなんか今回の14枚目シングルはみんなが好きそうだね。なんかギャルってなんであんな人気なんだろうって、からギャル好きじゃないですか、みんな。龍子のその舞台の時もめっちゃギャル良かったみたいなことを言ってたから、やっぱギャルっていいんだね。そう、対面であーってやりたい。マスクありでも分かってくれるってシンプルに嬉しいんですよね。ふん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 。ギャルしか勝たんやろ。好きよね、みんな。で、あと8月20日は浴衣だし、浴衣。まあ7月23日はさ、もうさ、あれだからね、もう初日ですから、14枚目シングルの初日ですので、ぜひたくさん来てください。たくさん会いに来てください。よろしくお願いします。あと10月21日はですね、この前も言ってみんなえって言ってたけど、あ、お豆ちゃんありがとう、えって言ったけど、ちょっと太ももになんかつけちゃったりしてるんです。なんかつけちゃったりしてるんですよね。なのでぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。本当はね、全身見てほしいんだよ、その白猫ヤマトは。はい、リコさんとおはじめましてしたいと思います。え、嬉しい。お豆待ってるよ。違うよ、イクラを乗せるわけじゃないよ、太ももに。何言うとん。みんなが好きなさ、太もも、なんか、超ネタバレすると、まあこうじゃん、で、まあ、白いやつじゃん、で、ふと FTMM になんかガーターみたいな、こういう可愛い太ももつけるやつがあって、ルーズソックスみたいなあの白い靴下履いてにゃんって感じなので、もう全人類はすごい持った。そりゃすごい持ったけど、多分みんなが好きなやつだと思うので、ぜひよろしくお願いします。ゆうこさんで余ってるよ、いつもありがとう。イクラタワー、これイクラが乗ってる、イクラタワー、ありがとう。お豆当たるといいな。ありがとう、お豆。はじめましてしたいに、ね、それいくらじゃなくてお豆じゃない？あ、もし、あれ、これお豆ちゃうかな。お豆ないじゃないでしょ。どう見てもオレンジと書いてんだから、いくらでしょうか。いくらでしょうか。なんと目の青空が、こんばんは、どうもこんばんは。前髪作ったから早く
さなちゃんに見せたい。うん、さなちゃんのオンラインお話し会迷ってます。え、なんで迷ってんの？どうして迷ってる？何空っていうの？何空じゃなくて何空？何空？なんと目の青空が。圧は思考。何空っていうんだ。あ、リコつんだ。リコーありがとう。僕の心の片隅にも出しっぱなしの何かがあるよ。このままじゃいけないと。あえてのデメリットは可愛すぎて倒れることですか？心配してくれてありがとうございます。アンナちゃんって言うの？倒れても来ていいよ。倒れてもいいからおいで。待ってるよ。さな待ってるよ。このタイミングでもね。なんで全然いいよ。ずっと投げるタイミング見失ってたのこのタイミングで。ああ、そんないつでもいいのにありがとう。ふくらタワーね。今回もイクラを描きました。イクラタワーありがとう。お話し会待ってる。ブロッコリー治った？ブロッコリー治ったかな。リコちゃん覚えてるよ。ブロッコリー治った？あ、13万のありがとうのタワー。いや、こちらこそありがとうだったよ。ありがとう。豆ちゃうて。いくら。いくらありがとう。治ったよ、持っていきます。よかった。いくらありがとうだって。優しいね。優しいね、リコちゃん。ありがとう。そう、お話し会で私がたくさん覚えて、たくさん知って、からの対面だから。みんなが好きな夏曲は何ですか？みんなが好きな、いくらじゃなくて夏曲は何ですか？チューブさん、あー、シトロン、夏祭り、シトロン、シトロンって夏？夏ですか？なんて読む？やばい、ごめんなさい、古本にしか見えない。あ、僕らのユリイカ。夏色？
え、夏色ってある？駐車場の猫があくびをしながらのやつですか？それなんか翔子この前カラオケで歌ってた気がする。ゆっくりゆっくり下ってく、ゆっくりゆっくり下ってく。私夏なんだろう、夏何聴くんだろう。マリーゴールドも歌ってたな翔子。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。晴れは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日のコーヒーも泣きさで一番可愛いか。夏の恋は誰とする。お話し会全日程申し込んできた。え、みなちゃん嬉しい、ありがとう。 EB さあ、確かに NMB さんって夏曲めっちゃ多いかも。さよなら、クロール、真夏の三度こう、つぼ焼きながら。てれててててれててててれてててて。一時期私これ超練習したんですよ。これ。でも一瞬でできない。一瞬でとりあえず少年はできないの。もう最初からこう用意しとかないと絶対に無理、こうやって。絶対にこれ無理、絶対一瞬だったらこうなっちゃうもん。絶対にできない。ああ、切れないない、ねねねねねねね、対面ありがとう。夏の星座にぶら下がって、うららららって、いくら飛ぶ落ちちゃった、うん、飛ぶ落ちちゃった。あとなんだろうね、夏曲。パレオはエメラルド、あっすれんか。アイコさんはね、ミルクが好き。こないだ忘れ違ったんだ、だけど声はかけられなかった。曖昧なお辞儀は逆にや、すごい久々来れた、ありがとう。すっごい久々。あ、カブトムシも歌よ。少し背の高いあなたの耳に寄せたおでこ、甘い匂いに誘われた私はカブトムシ。プラネタリウムも夏く曲か。会えなくても記憶をたどって、もう恋なんてしないもん、あれ夏曲？もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対。ホットリミット。あなたにあげたいメロンジュース、懐かしい。走る電車連結のあたりで、いけない太陽、なな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 、久しぶりのリップクロス、オレンジレンジソンね。ちょっと申し込みました、ありがとう、嬉しい。裸足になってどうするつもり、このままどこかに埋めているの、何も
ティグの日程出たの？あら。超カラオケ行きたい。最近めちゃめちゃカラオケ行きたすぎて、この前行ったのが超楽しすぎて行きたい。私は最強なんだ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 。え？よしかも並んでくれたの？それで見れたの？ちゃんと。私は最強。カラオケの箱は、コラボの曲も歌うし、のみちゃんの曲も歌うし、エビチューさんの曲も歌うし、あなたは太陽のくもちエンジンカルトル彼を好きになって。のひみの夏曲はきっと君だ、それは違う、きっと君だは私たちの曲だった、きっと君だだったねね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 。きっと君だだってる、きっと君だ、きっと君だ、僕はこの夏恋をする。え、ほんと合ってる？てか1個の以上でやったよね、去年やってるよね、私やってるね。歌ってみる、歌ってみた。この気持ちにあ、きっとそうだだ、あ、そうだ、きっとそうだ、きっとそうだ、僕はこの夏君、え、違う、君は僕、あ、なんだ、わかんないな。だけなきはしょうがだけ、うつく心をさらない。覚えてるかな、私、私覚えてるかな。全然振り付けはね、忘れたんですよ。振り付けはもちろん忘れたんですよ。ええ、私やったらすぐ忘れるタイプなので。I'm not afraid to die.
音が触れ開く辞書にちょっとだけ視線を送ってみよう。掲げているシャーペンの音落ち着かずに君の音をイヤホンで閉じた。カッコつけて買った旬の空気が走る中まで一緒に何これ言い出して声かけたんだ。緊張感がこいつこんな歌詞だったっけなんて後悔する暇もなくてまた一日が過ぎ去ってくもやもやの十字きっと全てが美しく知らない世界なんだろう。好きだよきっと君だきっと君だ僕はこの夏恋をするときめきは初歩動的うつく心をさらな占いはそういいことだけ信じる派なんだよずっとこの気持ちに嘘はないよ青空夏に変わる準備をあ、ここ好きもう始めてる太陽は気温上昇させ蝉の恋そがせるんだずっと好きだった二人目が合うその瞬間恋が始まるってこうやって寄ってくんでしょってこうやって真ん中の人がねこうやってねへえー、そうじゃん懐かしいうここ大好きだった太陽だここ大好きここだけめっちゃ楽しんでやってたここだけって言ったらめっちゃ語弊があるけどここを特に楽しんでやってましたってやっててジョイブリーイコノイジョイブリー君の音だったんだ大好きだってるマジでごめんなさいジョイの曲は本当に一曲も歌えないんですよ私そう思ってたとこだけ急にやりきるそうなんですあそうですねこうやりますねあと思い出のみちゃんの曲さ早口の曲が多いんだよね自分参加とかさ全部ずる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 じゃあってこっち見て笑ってとかうすいフィルターで守るプレシャスを悪魔だなる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 ウルトラレアキスなんて多分一生歌えないですねウルトラレアキスなんてウルトラレアキスよ絶対に歌えないんだよ絶対に歌えない自信しかない
ね、ラップはなんかできるんですけど、なんか
け終わります。恋したってくれますかって毎回よく言うよね、煽りで。恋したってくれますか。じゃ、終わりたいと思います。ランキングを読んでいくね。1位がお豆ちゃん、2位がふーたん、3位がリコちゃん、4位がハマちゃん、5位がしずてぃ、6位が山ちゃん、7位があつき、8位がマツケン、9位がジチュー、11位がキララ、11位がリョッキ、12位がジョーちゃん、13位がナナ。ありがとう。でタワーをくれた人が、おまめちゃん、リカちゃん、合ってるかな、合ってます、ありがとう、ありがとう。明日シャッターする。え、できたらしたいな、11時頃からしたいな。まあでも多分シャッター間に合わない人はぜひ今こちらってな、対面お話し会は多分みんな申し込んでくれてると思うんだけど、2日間、オンラインお話し会も待ってるよ。7月23日3部と8月20日3部と10月21日3部、お待ちしてます。待ってるね。シャッターできたらやるね。通知取っといてくれ。ぜひお仕事の方とかは極秘で見てください。よろしくお願いします。あと、イコノイジョイのサイン会をお待ちしてます。さすがに5人はきつかったので夢の5人はきつかったので、ぜひよろしくお願いします。では、待ってるね。ぜひお友達とかも誘ったりとか、恋人とか家族とか誘って参加して、14枚目シングル楽しみましょう。バイバイ、ありがとう。おやすみなさい。ありがとうございました。